足にまで伸ばしてきました。まさにピンポイント、三田の左足、森重の頭。今季ホーム初戦の FC 東京、キャプテン森重先制のヘッダー。さあ京都のカウンター。さあエウベルドリブルでかいくぐって、あ、これはインターセプト、森重です。こちら森重です。ゆるき、ここはまた落ちました。森重です。またもう通しに来るのは予知できたんですね。そうですね。小泉です。いい出足。ユンカーを狙った。奥に高い、ひろき。上坂打つ。決定機、浦和。そうですね。そうですね。はい。ユンカー走る。森重がつく。収めたユンカー、森重と体の寄せ合い、ゴールキックです。いや、見応えありましたね。はい、ここです。江坂、キャスパーユンカー、さあ FC 東京が押し込んでいます。サイドを変えて今野、スピードを生かしてクロスが入る。センターバックと青木系のパスコースも切れなくなってますから、ね、かなり自由に自由度が高いです、ね、ここに中島、激しい先頭から、さあマテウス、マテウス切り返そうとして、さっと今させたくないところですが、東京シュートブロックに入りました。ルキアン、その下に田中崎で前向く、渡りが呼んでいる、打ちに行く、飛び込んでましたが、ファンは打ちに行きました。抜いている。3人がかりのディフェンス、こぼれ球だ。コントロール。バングーラガンで。セバス1本入れて、早く攻めたいですからね。東の、森重のファイルチェンジ。豊川を収めて、宇高へ。いいシーンですね。森重ですね。はい、で佐藤は長いボールを蹴りました。ただ残りは森重。ルーズボールを先に森重です。鈴木徳馬前線へ、前線を当たるタガース1枚ですが、森重の対応をやってきた清武ですが、ここはマイクマを狙っていく、マイクマのヘッドでアダムタガースですが、森重セカンドボール、清武ダイレクトでですが、ルーズボールになりますが、アダムタガース体を当てる、でマイクマ、ここで FC東京ボールに、いや、ならない、マイクマ、そしてアダムタガースのワンツーというところですが、ここでマイボールになってアダムタガースが行く。森重から大きな展開、渡辺龍馬に、ここに森重だ。